どうも天使向井です、えー。このおまけ動画では1時間来ました。見どころなどを喋っていきたいと思います。うん、今回のゲストは小沢里さんです。小沢里です。あれですね。もうずっと恋愛の話してました。<laughs> <laughs> これね、ずーっとですよ。うん、これね、本当に、あの。れてたと思ってえ、こんな、こんななんですか。みんなずっと。 いや、これね1時間来ました、はい、これも二20回近くやってますけどこんなに1個のテーマ引っ張ったの初めて うん、いやほんとずっと「あいいのこんなんでいいよいいよ」って感じでしゃべってましたけど <laughs>、はい、向井さんの恋愛相談みたいな感じ <laughs> これ恥ずかしい恥ずかしい結構ガチめな、ねうんね、相談もしたしいやそうなんでもその、うん、小沢さんのなんていうんですかまあちょっと結婚されたことについても言及してる部分もあったりとか。 なんかまあトータルでなんかあのー、波長がその恋愛の方に行ったんでしょうね行ったんですかね、うん、だからめちゃめちゃ寂しいってことですよね今欲しっいる欲しているいやーでも本当にまあそういう意味ではで、えー、最後の最後のマジインタビューでは、はい、ちょっと小沢さんに真面目なね真面目な話、うん 嬉しいです。私真面目な話大好物なんですよ。<あ>恋愛の次に大好物。あ、<laughs> じゃあ、もう今日ずっと楽しいお話でう。でも,も、うずっと、もう本当に良かったんですけど。うん、結構表で喋ることやっぱないから。そうなんで、ね。真面目になっちゃうとね、盛り下がるじゃないですか。うん、まあ、その盛りが。<laughs> バラエティ的なことで言うと、<laughs> うん、まあ、あんまり求められないかもですけど。そうですね。インタビュー現場でしかない感じの話なんで。うんうん、はい。本ありがたいなって思います。あ、本当ですか。はい いや人によってね結構真面目な話はっていう人もいたんでキャラクター的にねでもまあまあ小沢さんが楽しんで頂いたるのでああ私はもう好きな話だらけで向井さん大丈夫でしたか本当にいや僕ももう恋愛の話と真面目な話大好きなんでちょうどよかったですいいですね1時間空いてこういう有意義な時間が過ごせてらよかったですこの空き時間があったからこそ聞けた話もたくさんあった女しか呼ばないんですか 何の話?。一時間あけました。免罪言わないんですか?。免罪とは一時間過ごしたくないんです。か呼んでるわ。呼んでる。ちょいちょいちょいです。ペース的にはそんなに多く。十人に一人。本当に素直。そうですね。感情に素直なまま。やってます。 そんな感情に素直な部分も本編にはたくさん出てますので、はいね、向井さんに興味がある女性はててに登録してみこて <laughs> <laughs> れがどういうことかは本編で見てください。はいはい、ということで、えー、こちら本編見るにはニコニココチャンネルのの向井ワークスの方登録お願いします、はいえー、そして、えー、登録していただけると月10本新作動画が見れますし、うん、プラスブログの方も読み放題です。よかったらチェックしてください。うん、ということでおまけ動画は以上です。お相手は天使向井と小沢でした 拜拜。Bye bye. Bye bye.